ちは柴田です。今回はボスの技シリーズが結局のところ普通のとどう違うのかっていうのを端的に手短にやっていきたいと思います。ブルースドライバースーパーオーバードライブディストーション、この順番でね今回鳴らしていきます。でまずはブルースドライバーをね通常モード、このギザギザ感がいいんですよね。ちょっとカスタムモード、ミッドローが一気にね、ミッドローが一気にブーストされた通常。これがなりつつミッドローが出てるんで若干ハイが落ちてる感じしますね。なのでブルースドライバーのハイのジャキジャキが好きな人は、まあ、技じゃなくてもいいのかなと、まあ、個人的にはね技の方が断然いいです。ではスーパーオーバードライブです。これは普通のモード、カスタムモードで、うん、これもローミッドにねパワーが出たんですけど、でもハイはね、全然削られてない。イメージとしては SD1 のままレンジが広くなってる、ハイも削られることなくミッドローが太くなって、まあ、単純にほんと SD1 がパワーアップしたような感じのイメージですね。続いて DS1 です。でカスタムモード、めちゃめちゃね音量上がります。でちょっと寂しいなと思っていた DS1 の部分を全部補ってくれてるような、ハイもね全然削られてない。これ通常モードです。でカスタムモード、これ通常、これはねハイを削られずにそのままねローミッドがこうブワッとパワーアップされて全体的にボリュームがブーンと上がってる感じ。 DS1 と毛色は変わってないですけれども、ちょっと別物なぐらいパワー差はありますね。というふうな感じで端的に比較してみました。ご視聴ありがとうございました。柴田でした。